やってまいりました。4月のガチャ動画、ジャンタマというゲームのガチャを回していきたいと思います。おろおら、お金が足りない。実はゲームを買う以外で課金っていう形を取るのはジャンタマが初めてなんですよね。どれくらいあればガチャ回せるんだろう。どうしたらいいんだ。まあ1万円ぐらいでいいか。どうか当たりますように。いけー、お願いします、お願いします。黒髪メガネ、あーめっちゃタイプ、あーめっちゃ良い。小野寺、私の子になって。せっかく課金したからな、どうせならこのうさ耳の子とかも欲しいよね。もう一回回そうぜ、もう一回やってやるわ。さあどうだ、セーラー服、はいはいはい、メガ、お、なんかわからない来たぞ。浮き玉転がし、おお、演出部分が来て、はいはいはい、おちょこ、あれあれあれ、おっと、かわいい天使みたい。こんにちは、ひなももなのです。あなたはお茶会に誘ってくれたうさぎさん。めっちゃ人出るじゃん。あ、なに、回せば人出る、回すたびに人出る、やばいやばいやばい。私ってジャンタマのガチャ引きめっちゃいいんじゃない、もしかして。でもこのうさ耳か白髪の子欲しいよね。ちょっと出るまで回そっかな出るまで回しちゃおっかな。ねえ、出るまで出るまで。調子乗っちゃうタイプだから良くないんだよな私はさてさて、今回は、人来ないか。調子に乗るから。でも人は調子に乗ったら止まらないのです。もう一回行くぞさてさて、人来いお願いします。1万円分課金したからさ、もう取るまでやめないよ早めに来てお願い。人来たやばいやばいやばい、え、ガチャ運良すぎない。このかぐや姫様をわがめるがよ。わらわの姿を目にしたこと自体が何時の名誉なり幸福なり。待てい、無礼者、わらわに貢ぎ物を用意してないではないか。わらわは偉いのじゃよ。良いか。良いです、かぐや姫。月に帰っちゃわない、大丈夫。ちょい、いっぱい取ってしまった、調子に乗ってしまった私。やった、うさ耳女取れた。じゃあさ、なんか新緑の道も引いてみたいよね調子に乗ってる、私今調子に乗ってます。あんまりにもなんか人って来たから、なんかここら辺でバスがさ下ったり。人ってこんな来るの。ソウル所属のマジシャン、ライアンと言います。今後はお姉様とお呼びしてもいいですか。性別とか年齢とか身分とか大人が気にするところは僕にとってどうでもいいんです。お姉様がどんな人だって、お姉様はお姉様ですよ。お姉様って言われる年になっちゃった。26だからってこと。ひどいひどいよ。あんまショタ好きちゃうくて、イケオに欲しかったんじゃけど、まあまあまあ、お友達が増えましたよ。4人も増えました今回、やっばー。いや、黒髪メガネ女の子マジで収穫だな。やっぱ黒髪メガネ私好きなんですよね。あと渋い男性キャラは欲しかったな。ちょっと次回ガチャは渋い男性狙っていきたいと思いますめっちゃ当たるじゃん。なんだ、かぐや姫にしとこうかな、私のパートナーは。月には返さないよ、もう15夜とか来ても。お箱屋は15夜が来てもかぐや姫を月には返しません。お供え物は団子でいいですか。いろいろエフェクト変えれるところは課金税っぽくもう変えちゃっていいかこういうのも楽しみの一つやろう。なんかいい感じにいろいろちょしておこうかな。でもね、肝心の麻雀の腕が全然上がっていなくて、
やばいんですよ。一勝もできてない今週。やってる時ほんと、あーつまんないよ、勝てないよってなってる。なんかこう最下位にならない時とかは、まあ、なんとなく誰かが積もって誰かが押収されて終わりみたいな、私と関係ないところで減らし合ってたりするだけで、私の麻雀の腕が良くないので、まあ、かぐや姫ちゃんと一緒に麻雀の腕を磨いていきたいと思います。よろしく頼むよかぐや姫ちゃん。私弱いからいつまでも見守っていてね。うさぎちゃんは、わらわは高貴なる月の姫かぐや姫ぞ。この無礼者め、今度わらわのことをうさぎ呼ばわりしたら、月に代わって何時をお仕置きするのじゃ。めちゃくちゃセーラームーやん。というわけで今回の動画はここまで。またガチャの動画見てね。